までございます。クリスマスのシーズンには様々なところでプレゼント交換など行われているんではなかろうかと思います。そして、サンタさんからね、今年はどんなプレゼントがもらえるのかなっていうふうに子どもたちが、考えたりもするんじゃないかなと思います。ここに取り出したのが1枚のギフトカードなんですけども、ギフトカードってなぜかね、プレゼントカードって言わないですよね。あの、私たちが普段使っているプレゼントっていうのは、実は本当にね、贈り物って意味があるんでしょうか。なぜなら贈り物にはギフトという私たちも知っている言葉があるからなんですよ。それが証拠にギフトカードってご存知ですよね。ギフトカードとは言うのに、なぜプレゼントカードって言わないんでしょうか。ここにはね、ものすごくね、面白い英語の言葉の使い方っていうのがあるんですよね。ギフトとプレゼント、明確に意味が違うんですけども、なぜか私たちはごっちゃにしちゃうばかりか、ギフトっていう言葉を普段忘れて、プレゼントっていうようになってるんですよね。で、ここで解釈は検索すれば出てくるんで、私としてはいたしませんが、プレゼントに対する私の意味っていうのは、まさにね、プレゼントの英語の言葉の意味、存在する、前々からそこにあるっていうね、プレっていうのとセントっていうものを組み合わせた言葉に由来すると思ってるんですよ。ですんで、プレゼントっていうのはそもそも生きてくれてありがとうっていうことなのかなと思うんですよね。だから、あなたがいることがもう私にとってはもうプレゼントなんだよ、存在してるんだよ、まさにそのままの意味かなと思うんですよ。そこにギフトとして形ばかりのみたいな形で贈り物するってことなのかなというふうに思うんですよね。そう考えていくと、この時期何ももらえなくても今日も会えてよかったという気持ちがね、まさにお互いのプレゼントなのかなと、そう思える存在に家族や友人や恋人っていうのがなっていればいいなと思うわけなんですよね。で、ギフトっていうのはどういうことかっていうと、普段縁もゆかりもない方が、例えばお中元来ました、年賀状来ました、これがギフトなのかなと思うんですよ。つまり形式なんですよね。かしこまったものなんですよね。まさに贈り物なんですよ、忘れないでねとかね、存在してますよみたいな感じでね、贈るものがギフトであり、ああこの人は礼儀正しい人だなっていうふうに、なんかそのフォーマルな感じがするものがギフトなのかなと思いますね。で、プレゼントっていうのはギフトの意味を込みで使われるのかなと、それが日本語のね、英語の捉え方の上手なところかと思いまして、存在してるのも確かにプレゼントなんだけども、だけどもやっぱり形式でいいかもしれないけども、贈り物もしとくよねって感じで、その贈り物も非常に意味があるものっていう形で、両方ともものすごくいいものに仕上がってるのかなと思いますね。で、今回ね、プレゼントとギフトの違いについてちょっとお話したんですけども、別にそれをね、君たちは使い方を間違えてるよみたいなことを言いたいわけじゃなくって、あのプレゼントってものはね、本当にね、生きてることがプレゼントなんだなというふうに思うからなんですよ。やっぱりね、今日生きれなかった人もいますし、今ね、私たちの国では平和に過ごしているような形でも、実際は年を越すことができないと、こんな自分の人生で本当に悔しいよっていうふうなね、なぜか正直に生きていても報われない人がいる。そして片っぽでは裏金なんてことをやりながらね、私腹を肥やそうとしている、そんな妙な権力者もいると。しかも国民に選ばれた権力者が国民を虐げているというね、このパラドックス、まさにこんなものすら存在してしまっている、まさにプレゼントしてしまっているんですよね。このどこがプレゼントなんだろうかというふうなね、逆説をこの年の瀬に考えてみましたんで、ちょっと動画にしてみました。思うことは様々あると思いますけども、こんな世の中私は続かないと思うんですよ。だからといって待っていればいいと思うんじゃなくって、気に入らない世の中を変えていくために日々私たちが何をするのかっていうことなんじゃないかなと思います。何もしなければこのままなんですよ。このままならこのままなんですよ。そして今まで何もできなかった方も、今日何かをすることによって少しずつ未来が変わり始めると思うんですよね。だから肝心なのは、今日俺はこれをやったと思えるような日々を積み重ねることなんじゃないかなと
そして1年を振り返る時期になりましたけども、今年は今までにできなかったどんなことを自分はやっただろうかっていうふうにしっかりと問いかけてみてね、勇気を持って何もやらなかったっていう1年を受け止めなければ新しい動機にはなかなかならないのかなと思いますね。それが今夜お伝えしたい私からのプレゼントです。気づきがあったでしょうか。それではお疲れ様です。